はい、どうも皆さん、妻です、それでは引き続きキングダムニューランズやっていきましょう。まずおじさんださんね、もうやることは単純ですよね。左側の猛攻を乗り切りながら金を少しずつ貯めて、で船を作ると。ちょっと弓兵が足らんから、今ちょっとあれですね、船の建造は小休止ですね。これきっと畑やっぱ作った方がいいんだよな。これきっと畑作ることによってこのウサギ収入がなくなるのがちょっと嫌なんですよね。右側に対してか、右側を開拓して畑を作るのが賢いのかなね。そんな気するよね。これ左側はすごい安定してウサギ収入得てるもんね。まだ壁の位置も高いし、次の。って考えると、やっぱり、右側を重点的に開拓した方がいいんだろうな。騎士さっきダメージ食らってなかった？大丈夫？そういうことにしましょう。だ右の伐採を進めていって、っていう感じにしましょうか。こいつらが全く稼いでくんないからね。ここにでもせせらぎがあるのか。これ使っちゃおうか。ねえ。あんまそんな前線みたいな感じでこだわる人ないよ、これきっとね。だってもう右は敵来ないんだし。ここあんじゃん。ねえ、右がもう敵来ないっていうのを最大限利用したいよね。来たりしてなんで今この人譲らなかったの。さあまた夜が来ますね。恐ろしい夜が。さあ大工向かってんのかな。大工人足りてないのかな。これもしかして、これでもここまで前線上がれば、ウサギ収入期待できるかな？ねえ、この、ちょうどこれが邪魔になって、ここに、作れないけど壁。ここら辺、結構草生えてっから、ここを前線にすればウサギ収入期待できない？ねえ、そんな気するよね。これで左が崩壊したらどうしようね。これで畑が、これで水晶が作れるよね。オッケーオッケー。いいですね。前線上がりましたね。よしよしよし。で、これで侍どもがウサギ収入を得てくれるでしょう。いいですね。いい前線の言い方しましたよね。すっかり空っぽになりました、こっちがね。で、畑作ったから農民を雇いたいですね、今度は。これで農民雇いましょうか、2人ぐらい。で、即座にあんたら右に移動して。開拓する地はあるんだから。開墾して、開墾。で、このおじさんを送り出して。なんでこのおじさん移動するんだろうな、ある程度。進むと。で、次にやりたいのは、弓兵の雇用と、こっち側の壁の補強をしたいんですよね。あんな目に一回会いましたからね。これで壁補強できるか？大工がいれば。
できましたね。あ、この人がカタバルト兵がやってくれるんだね。で、弓兵の雇用しましょうか。この人ら溜め込んでるでしょ。ほら、知ってるよ僕は。この人もほら、最前線にいる弓兵はね、結構溜め込んでること多いですからね。油断ならないですよこいつら。で、弓兵を雇いましょうか。なんだなんだ、なんでこんな弓兵がダーッとなだれ込んできたの。いや、前線は崩壊してないよね、まさかね。右前線崩壊する要素ないもんね。どういうことなんだ、一体。なんで弓兵がダーッとなだれ込んできたんだ。何があった、右に。ちょっとすごい気になるんだけど、何があったんだ、本当に。大丈夫だよね。ちょっと不安だから壁補強しとこう。何があった本当に。壁の外側だけど大丈夫だよねっていう概念作ってるんだけど。大丈夫だよね本当に。これ敵が来たら全てパーンになるっていうのは怖いんだけど。なんかの間違いで敵が来たら。まあ大丈夫でしょ。なんで弓兵ごぞって移動したんだろうな。そこだよね、分からんのは。なんでこの人らここで暇を持て余してるわけ。いやいや、あんたら開墾する地あるでしょ、右側に。どういうことなの。持ってるでしょ、ほら。知ってるよ、あんたらが溜め込んでることぐらい。こっちはお見通しなんだよ。まあ、これで最大限強化になったから。ひとまずの不安はない。いいですね。また船やっちゃおうか。さあ、13日目。これなんで畑、このノーミーラは暇を持たせてるんだろうな。それが気に食わない。ねえ、気に食わないよね、これはね。畑をもう一個作れってことなのかな。さあ、とりあえずじゃあ右に行って金を回収して、また左側に行ってっていう話ですね、これきっと。おじさんをまず送り出してね。はい、とりあえず左側に行こうか。言うて今雇用も不労者を雇ってないから滞ってるよね。これ船がしかし長いよな、建造。待てよ、これは雇用に使うべきだ。大丈夫だった、結構持ってたね、この人ら。よいしょ。もうでも目に見えるところまで来てるっていうからね、もう少しですよね、船の完成までは。ちょっとじゃあ右側に行って金を回収してきましょうか。なんでここでダーッて退去して左側に来るんだろうね。そこがわからん。ほら、なんなんだこの人。この人は確実にだって左側の人でしょ。右側の人でしょ。ほら、なんなんだろうねこれね。
よくわからんな。畑耕してるよね。オッケーだよね。じゃ土地はあるじゃんね。畑耕すだけの十分な土地は。なんで耕してくれない？ここ伐採してないからか。伐採指示出しとこう。いや、わからん。謎が多いな、このゲーム。まだまだ。えらいもっとな気がするんだよな。あんま持ってないね。あれ？ウサギ収入はどうした？ウサギがいない、この辺。どういうことなんだ、一体。ウサギの基準は一体何なんだ。とりあえずはこうか。畑も基準がわからん。なんで畑はこれ2人しか農民入ってないんだ。どういうことなんだ一体。なんでこの人こんないっぱい金持ってるんだ。どっからできたその金は。あ、でも農民のおじさんがいる。ほら歩ってきてるね。いよいよ耕す気になったんですかね。わからん基準が。さておじさん金もらっちゃってもなーって話だね今ね。だから船をまずやってから金をもらおう。もうでも間もなく終わるよねこれ建造。おじさんから金をもらいましょう。いいですね。でこの人らも多分ねゆっくり行けばね金いっぱいくれると思うんだよ。ほらね、もう完成でしょこれ。ほら完成した完成した。はよはよ。 OK ですね。これによってあの人が減ったんじゃない。弓兵がえげつなく減ったんじゃない。今のピッポーピッポーピッポーで、まあ、でも右と左でバランスある程度取ってくれるからあれか。まあとりあえずは大丈夫か。 OK ですね。で、こうしてる間に尺だから左側のゲートもぶっ壊してしまおうかっていう魂胆なんですよ。どうすか。ねえ、これえらい時間かかるもんね。だその間に、こういう感じにして、どうすか。いいですね。金はでも十分ありますからね。あとは雇用だけです。もう敵がこれ来るよね。もうでも間もなく。さあ。あ、でも人十分っぽい人数いるけど。ああ、これあれか、新しい騎士か、びっくりした。騎士がなんで右に移動し、左に移動してきたんだと思ったけど。あれ、新しい騎士だよね。いいですね。これであれか。
左側も騎士出しとけるんだね。そういや、左側じゃない、右側騎士出して船に乗れるようにしておけるね。そうしとこう。すごいですね、流れが素晴らしい流れですよね。右行けば金もついでにあるしね。ちょっとさあどう、儲かってますか。儲かってますね。で出しちゃえばいいね。もう1部隊出せるのか。4部隊いるもんね。これは楽ですね。次のマップが劇的に楽になるこれきっとね。ようやくと4人耕し始めましたね。もう時すでに遅いけどな。あんたらこれ船建造のために金銭を稼ごうとしてたんだからさ、遅いよ、ね、まあまあいい、それはいい、いいこなしで。さあじゃあ頑張って船にまとわりついててください。でまずおじさんから金をもらいましょうか。でもう一人か、あれかナイトが必要なのか。はいはい、敵の攻撃あったみたいですね。誰か亀直してたけど、犠牲者がもう一人はいないのか。で騎士に金銭を与えて、騎士関連は完璧ですね。で氷で完璧でしょ。で施しを与えて騎士を出して左側の破壊をすればいいね。左側の結構距離あるんだよこれね。いいですね。さあ出しちゃいましょうか。いやでも夜は明けてからにしようか、せっかくだから。別にいいか。いや赤い月乗るかこれちょうどよく。あそう、じゃあ出すわけにはいかないね。そうかそうか、赤い月乗るか。じゃあまあ撤退しましょう。さあまあ乗り越えられると思うけどね。ゲートを破壊した後の赤い月の夜じゃないから攻撃が多分そこまででもないと思うんですよね。さあどうなることやら。金はぼちぼちあるね。金次のマップ行くのに貯めておきたいもんね。さあ来るのか来ないのか。終わっちゃいました。来た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 。カタパルトがいい。完全に壁にやったろ。いいね。おいっぱい来てるいっぱい来てる。お空飛ぶの来てる。さあじゃあ出しましょうか。で右行っておじさんから金をもらおう。で左側のあれおじさんまだ来てないのか。おじさんそもそも金渡したっけ。
送り出してないじゃんね。そら来るわけありませんよ。さあ、じゃあまあ左側の様子を見に行きましょう。さあどうなるかな。いいですね。ただちょっと今回まあのずれ込んでますね。赤い月の夜が終わって、まあまあ、まあ、だんだんその辺適当になってきます。これあれかな、大工の像かな、8だからそうっぽいね。壁補強の像だよね。弓強化の像が欲しいな、せっかくだから。弓強化の像で弓を強化してあっという間に落としてしまいたいよね。さあ、こう距離あるよな、しかし左側は。ここに弓強化があるのかな、この辺に。ありますね。今更かよっていう声が聞こえてきますが、まあ今更です。そろそろ出てくるよね、ゲート。あれ、なんか3人いる。さあやってやりましょうか。ペース早いですね。おっと、はーいえ。実はさ、一人残ってるんですけど、こういうこと？ダメだ、今赤い月がこれからだから。てか、すぐそこあるじゃない？ねえ、すぐそこじゃない。さあ、赤い月であるから、湧いてきますよ、わらわらと。やっぱ左破壊する必要なかったな。今更。まあまあまあ。しんがりは姫様を務めようぞ。途中で追い抜くけどね。いやいや。余計な。やぶ蛇だやぶ蛇、これ完全に。まあまあまあ。しょうがないね。そこにゲートがあるからね。これ敵の猛攻が来るってことだよね。いや、でもまだ油断ならんよ、これ。猛攻は必ず来るよ、これ。来ないね、まだね。でもあとは金銭袋をいっぱいいっぱいにして次のマップ行くだけですね。あっという間でしたね。しかし鹿が群れをなしてる。待って、ダメ、声に落ちない。これ来るでしょ、間違いなく。敵がね、だって明らかに空模様おかしいもん。ただ来ないね。どういうことなんだろう、これ。明らかに空はおかしいんですよ。霧とかそういうんじゃ済まされないぐらい黒いですもんね、これね。
わからん。わからん、これ。おお、いいね、いいね。来るよね、これ、間違いなくね。まあ、いいかって感じなのか、これ。じゃあ、右行っちゃえ。もう、雇う必要もないよ、これ、きっとね。おじさんお金くんないのか。さあ、じゃあ、右の船の様子はどうかな。もう雇わなくていいよね、この人らもね。草食うとこないかな。夜が来ましたね。あそこに金がボロボロ転がってるんだけど。おお、いいね。溢れてた、溢れてた。ん、なんで？ちょ待って、なんで？え、なんで、なんで、なんで帰ってきた？なんで帰ってきた？どういうこと？満、店員ってこと？あ、これ全部台乗せられるわけじゃないんだ。あ、そうなの？え、そういうことなの？ダメなの？ちょっと待って。じゃあ赤い月上がってるけど。赤い月上がってる中、スッっていっちゃうか。多分左側はあの、赤くないね。白い月になったね。左側は地獄とかしてるかもしれないけど、今。あ、そういうことなの？あ、出せないんだ。店員。そういうこと。はあ、なるほどね。じゃあもうここはもう持ちきれないんだけど、金をばらまきながら行きましょうか。さあ、じゃあまあということで、これでおしまいということですね。早かったですね、今回ね。で、まあもうこう、もうあとはずっとこういう感じなんで、もう次のマップ、今度はミスらずに最後のとこ行って、左下に行って、それで、キングダム、ニューランズは終わりということにしましょう。まあ、あとは同じことを繰り返したからね。もう何があるかっていうのは、ぜひみんなで、皆さんの目で確かめていただきたいということで。まあ、ということで今回は、OK ですね、これでね。さあ、で、地図を開いて、なんか出たぞ。なんだあの小人は。あれこれ。あれ全部行っちゃってる？そんなことはないよね。これで罠があるんですよ。あれこれ3つだけなの？これ左下は雲は開けないの？いや、そんなことはないよね。あれ？え？おかしくね？あ、え？え、そうなの？これ左下行ける行けると思ったらいけないの？もしかして。あ、え？ほんと？あら。あ、そう。何このオチ？え、何このオチは？え、そうなの？え？これ今回どっちよ？こっちが？馬だよね。あ、そうなの？あ、ほんと。あ、じゃあ、これでおしまいっていうことでいいですかね。ダメだよね、きっとね。あれ？ほんとに？あ、ほんと？それは予想だりしてませんでした。全然左下行けるもんだと思ってましたわ。あ、ほんと。どうしようか、じゃあ。こっち側としても困っちゃうな。え、じゃあまあ、とりあえず、今回、このマップはやりましょうか。なんかちょっと右上の小人は気になるけどね。あれは、ああいうのはでも、ぜひね、皆さん自身の目で、確認してもらいたいなっていうのはあるんで、全部やっちゃうとそれはつまらんだろうっていう気はするんで、なので、あ、このマップをクリアしたら終わりということにします。キングダムニューランズはということでよろしいでございましょうか。ちょっとものすごい肩透かし食らったけどね、僕自身が。
あ、本当に。そうなんだ。へえ。じゃあ、ということで、なんか変な感じになりましたが、今回はこれまでとさせていただきます。どうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回。